お疲れ様です。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今日はですね、これから上野にて体験レッスンに向かうところです。今日の生徒様はですね、転職の英語インタビューの最終面接ということで、インド人の面接官の方と CEO なんですけども、銀行系、金融系の方ですね、面接をされるということです。今回が初めての英語の面接ということで、具体的な、質問ですとかやり取り、あとは普段なかなか英語を使いになっていないということで、レベルと面接の練習ですね、英語レベルの、チェック、それから流暢さ、語彙で、その回答方法ですね、そのポジションや求められる、仕事内容に応じていろいろ詰めていきたいと思います。面接がですね、1週間から2週間先ということで、ちょっと緊急なんですけれども、その辺の状況を詳しく確認しながら、また、そうですね、CV ですとか職務経歴書、あとはそのポジションの内容、求められている人物像などに応じていろいろご経歴、それから、回答の方法、切り口、もうトップとの直接との面接ですので、その辺のところも、確認して、どんどんより実践的な、面接練習していきたいと思います。それではこれから行ってまいります。失礼します。